車のおかげでアリスが凍えながら歩かずに済むわ。ガレージで一度見かけてな。乗ってるとこは一度も見たことがない。デトロイト郊外で所有者を襲った AX400 型アンドロイドは依然逃亡中です。捜査官があと一歩のところで取り逃がし、その後足取りを見失ったようです。アンドロイドの特徴は地元警察にも伝達され、現在も捜査は継続しています。北極圏問題は今朝新たな局面を迎えました。先頃よりアメリカ海軍艦、これから会う人たちはどうやって知ったの？閉じ込められてたアンドロイドだ。アンドロイドの国境越えを手伝う人間がいるって。嘘だったら罠かもしれない。彼らはみんな本気で信じていた。殺されちまった。デトロイト全域では今夜も大雪が続くとみられます。予想気温はマイナス5度。この時期の平均をした。異常を検知しました。緊急ブレーキ作動。こりゃまずいな。車で待っててね。歩いて行くしかない。マイナス1度よ。アリスには無理。泊まれる場所探そう。この辺りに泊まれる場所なんてないだろう。泊まれる場所探さないと。外は寒すぎる。ずいぶん前に閉鎖したみたいだな。何かあったか？いいえ、泊まれそうな場所はない。Yeah!
海賊島へようこそ。思う存分楽しんでいっておくれ。やあやあ、海賊島へようこそ。思う存分楽しん。泊まれる場所なんてなさそうだな。俺がやろう。よし、いいぞ。ここが一番マシそうね。ここで出ましょう。火を起こすよ。ここで火を起こそう。ここなら煙も平気だ。
アリス。こんな風になれる？国境を越えれば私たちもやり直せる。学校にも行けるし、私は仕事を見つける。他の人と同じように。カーラと一緒にいられれば私はそれでいい。ほら、そろそろ寝ましょう。ルーサーと私がいるから。ほら、もう休まないと。カーラ、お話聞かせてくれる？私のメモリーには9000個も童話がインプットされているの。好きなのがあるはず。昔あるところにお姫様が住んでいました。違うの、そういうお話じゃなくてね。お話を作って。昔あるところに女の子がいました。その子は一人で古い家に住んでいました。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。変わっているせいで幸せじゃなかったからです。ある日、その子はロボットと出会いました。ロボットも同じように途方に暮れていました。そこで二人は一緒に逃げることにしました。より良い暮らしを得るために。旅の途中、二人は危険な目に遭いましたが、でも二人は手を取り合い、すべての危険を乗り越えました。その途中で二人はロボットと出会い、一緒に逃げて二人を守ってくれました。物語のおしまいは？夢に見ていた場所にたどり着いて永遠に幸せに暮らす。童話はいつも幸せな終わり方でしょ。でも本当はそうじゃない。もう寝ないと。
明日は長い一日になる。ルーサー、お休みのキスはしてくれないの？ああ、ああ、もちろん。おやすみ、アリス。ぐっすり寝て。優しい子だ。ええ、それにとても勇敢。うん、国境を越えた後はどうするつもり？まだ考えてない。自由なんて初めてだ。自由いい響きだな。でも、それがどういうことだかわからない。まだ降ってる。明日はかなり歩くぞ。目立たないように朝早く出発しよう。カーラ、アリスは特別な子だ。わかってるだろ？もちろん。あの子は素晴らしい子よ。他の子供はよく知らないけれど、あの子は特別だってわかる。ジェリー、肺炎した時に置いてかれてね。怖がらす気はなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。ここで何してるんだ？泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子、子供を見たのは久しぶりだよ。昔はよく会いに来てくれた。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ、きっと気に入るなあ。どうだい？それはちょっと。それじゃあついておいで。アリス、やめておいた方がいいわ。来てから。行くしかなさそうだな。さあ、これに乗ってごらん。乗ったら動かしてあげるからね。
の子が笑うのを見るのは初めて。ここのところ辛い目に遭ってばかりだったのか。